では ISFP、はい、ISFP さんはですね、うん、職人肌とあってですね、はい、調和を願う繊細な人、うん、不言実行の控えめで温厚な人とあって、うん、優しい思いやりがある感受性が強い情熱を内に秘めている地味で控えめ辛抱強い中立的な態度を取る、うん、誠意がある、うん、自分なりの価値観を持つチームの良きメンバーとなる、うん、具体的実践的なものを好む、うん、一人で働く時間を持ちたい、うん、とあって、うん、ISFP さんの仕事上の長所と短所、うん、ISFP さんは長所は変化を歓迎し新たな状況にうまく適応できる、うん、人々の欲求に敏感で現実的な方法で人の役に立ちたいと思っている、うん、実践的かつ現実的に物事を捉える、良識がある温かく寛大、自分が深く信頼している人や組織に忠誠を尽くす、重要な詳細特に人間に関する詳細に注意を払う、思慮深く現在必要なことに集中できる、組織の目標達成に力を貸したいと思っている、うん、状況に柔軟に対応でき計算された危険であれば喜んで犯そうという意思がある、新たな方法に挑む気概がある。なるほど。なんで先ほどの N に比べるとやっぱりこのなんか現実的みたいなところなんでしょうね、うんうんうん、で仕事に関連する短所としては物事を額面通りに受け取り深い意味を読み損なう傾向がある、うん、なるほど。京都だと難しいですね。お茶漬けをいただきますって食べちゃう人ですね、はい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 、今現在は存在しない機会や可能性を見過ごしがち、批判や否定的な意見を個人的なものとして受け止める嫌いがある、うん、前もって準備をし計画を立てスケジュールを守るのが苦手。あ、そうなんだ。決断を下すのが苦手、うん、これがまあ P だからですかね。過剰なルールや優柔が効かない官僚主義を嫌う、論理的な決断を下すのが増えて、特に個人の感情が絡んだ人間関係の対立があると決断できない、自分の意見や立場を通すためであっても調和を乱す危険を犯したくない、責任の重い非常に複雑な任務があると緊張し圧倒される、長期の目的を立てるのが苦手、うん、締め切りを守らない時がある、うん、とあって、まあ、ちなみに ISFP さんの MBTI タイプをちょっと見てみますと男子で言うと4、9が多くて6がまあまあな感じ、うん、で女性で言うと ISFP は9、うん、で4、うん、6とあって、うん、有利タイプの方ですね、うん、まあ、内向ですからね。そうですね、有利タイプが多い感じがしますね、はい、では ISFP の天職というところで、うん、向いている仕事はですね、まず手工業職人とあって手を使って魅力あるものを創造することを好むと、五感を実践的な方法で使うのを楽しみ現実的なものを扱うのも好きだと。こうした分野の仕事は勤務時間に柔軟性がありスケジュールを自分で組み立てることができるので ISFP に向いていると、うん、また ISFP は多くがその独立して一人で働きたいと思っており管理的な指導に従いたくないと思っていると、うん、なるほど。で例えばファッションデザイナー、うん、大工、うん、宝石細工、庭師、うんうんうん、建設業、あとはダンサー、インテリアデザイナー、あと画家、漫画家、あと仕立て屋とか書いてあります、うんうんうん、素敵ですね、なるほど。であと書いてあるのが、健康医療とあって、うん、直接患者やクライアントと関わることができるので健康医療の仕事にやりがいを感じる ISFP は多いと、うんうん、手先を使うことにも向いているし心身ともに
人が健康になる役に立ちたいと思っていると、うん、観察眼がするノイドで、曖昧な変化にもきちんと対応し短期の問題を解決するのが得意だ、うん、とあって、例えば理学療法士、うん、マッサージ師、歯科衛生士とか、栄養士、あとまあこのカウンセラーとかっていうのも挙げられてます、うん、なんで、まあ、理由が違うけど、うん、先ほどのこの ENFP にも出てきましたが、うん、あの同じ職業でも違う理由でついてる人がいて、うんうんうん、違う能力を生かしているっていう感じですね。違う、うん、違う能力っていうか自分の能力を、うんうん、ちゃんとその分野で生かすが、うん、ちょっとその表現の仕方が違うっていう、うん、なんか考えちゃうな、なんかおじちゃん、まあ、結局何でも良さそうですけどね。結局はそうですね、うん、まあ結局はいろんな人がいて、うんうん、そこをと求める人がいて、うん、そことどう関わるかっていうことですね、うんうん、それにまあ自分がどう対応していくかみたいなところじゃないですか、まあ、僕の中ではどうごまかしながらそれをやりくりしてるかっていう感覚なんですけど、はい、で、あとは科学技術とあって、うん、ISFP には理論より事実を扱うのを好む人が多いと、うん、実践的かつ活動的な技術を使いたいので、うん、アウトドアで活動できると特に嬉しいとあって、うんうん、測量士、うん、植物学者、地質学者とか書いてありつつ、うん、まあ、海洋生物学者とか、うんうん、テレビ局のカメラマン、あ、なんかあのたまにあの、うん、水に潜る潜水カメラマンの仕事とか見ると、はいはい、おお、こういうのを選ぶ人もいるんだとかって思いますねうん、うん、なんかもうなりたくてなりたくてしょうがなくて、うんうん、自分でカメラを買って、うん、自分で撮り始めてみたいな、うんうん、人が、うん、人を山田玲司さんが紹介していて、はいはい、多分 ISFP なんでしょうねその人は、はい、まあ、見たことないから分かんないですけど、絶望に効く薬っていう、はい、まあ、山田玲司さんが出してるんですけど、はい、そこに出てくるんですよ、うんうん、水に潜るっていうのに取りつかれた人が、うん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 、なるほどっていうのはちょっと妙な合致があってですね、はい、あとは、コンピューターオペレーターとか、うん、っていうのが書いてあります、うん、あとは家電の修理をする人とか、うん、航空機関士とかっていうのが書いてありますね、うん、要はなんかこの ISFP の人は、うん、本当多分人とワイワイじゃなく、なんか黙々と黙々とやりたいんでしょうね、うんうんうん、自分の好きなことを、自分の好きなことをギューってやりたいんでしょうね、うんうん、そんな感じですね、そんな感じですね、うん、決してなんて言うんだろう、うん、人とワイワイの仕事に行っちゃダメですって感じです、うんうん、なんかこうこれはこういう風にやれって言われると嫌になる感じじゃないですか、うん、そうでしょうね、はい、あとは、セールス、うん、サービスっていうのが出てきました、うんうん、人の欲求に応じることにやりがいを感じる ISFP 型には、うん、サービスの分野が向いていると、うん、あ、そうなんだ、うん、実用的な方法で人や動物の役に立てると大きなやりがいを感じると、うん、協力的な調和のある環境で励まされながら仕事をしたいと思っている、うん、あ、そうなのね、なんか一人でやるって言っちゃったじゃんっていうのも向いてるみたいです、うん、まあ、人に感謝されるのも好きって話ですよね。あ、なるほど。で、うん、また多くの ISFP 型が専門分野について、うん、教えるのを好むと、うん、比較的自由に楽しんで教えることができるので、うん、特に子どもたちを教えるのが得意とあって、うんうんうん、特に小学校の教師とある、うん、あとは警察官とか緊急通報のオペレーターとかって書いてありつつ、うん、小売業、販売業、うん、顧客セールス、うんうんうん、まあ、結局セールスって言っても一人でなんか売り込みっていうよりは、うん、なんかお困りごとないですかみたいな、そういうセールスじゃないですか、 なんですかね、うん、あとは社会福祉士とかケアマネージャー、うん、とかって書いてありつつ、うん、あとはまあ動物のトレーナーとか、うん、動物のトレーナーなんかさっきの動物学者にも入るよなとかって思ってたんですね、うん、あとは高校や大学のコーチ、うん、園芸家とか書いてありますね、うん、あとは ISFP 型はビジネスとあって互いに尊重し合い、うん、プライバシーが認められているチームの一員でいると能力を発揮すると、創造的な作業に没頭できる職場で
快適な環境を維持したいと思っている、うん、とあって、まあ、経理、うん、法務、うん、行政、保険の調査員、うん、とかって書いてあります、うん、なんで経理とかはちょっと思ったんですよ、うん、この黙々じゃないですか、はい、僕が辞めたやつもう入社何ヶ月で無理と思ったんでしたっけ、はい、何ヶ月かは分かんないです。1年で辞めましたけどね。なるほど、はい、無理無理無理ってもう無理って思いましたもん。コクコクってもうずっとこうやってやってるのがしんどいですよ。その頃電卓伝票法をめくって電卓計算して、はい、っていうのを朝から晩までやってた。もうこんなの無理とか思いながらあっていうのも僕もあの1年目あの、はい、電話帳渡されて、はい、上から1件ずつ電話かけて、はいはい、営業もうあれも痛い、うん、はいはい、あ、物事を額面通りに、うん、物事を表面的にっていうのは、うん、SP 型 SE 持ちの特徴ですね、うん、と書いてあります、ね、うんうん、なるほど。クリエイター気質はまあまあハードモードな印象ですね。やっぱりねこの、うん、クリエイティブ業界はね、うんうん、まあ、何回も言ってますけどこの年を取るんですよ、うん、自分が、うんうんうん、そうするとこのお金を持ってる営業マンとか大体若い子がなるので、うんうん、っていうのは大体こっちとしては偉くなると営業じゃなくなるんですよね、はい、若い子は若い人に仕事を振り出すと、うん、っていう苦労がいずれ来ると思います、はい、うん。